名古屋市では今年10月16日から2日間、名古屋祭りを開催する方向でこれまで準備を進めてきましたが関係者によりますと政府が愛知県に緊急事態宣言を出すことを受けて予定していた行事を中止することを決定したということです。 学生の間で感染が拡大していることなどを受け、判断したとしています。